アレクサンドリアの位置、アレクサンドリアのオールドタウン。中央にキングストリートが走り、遠くにポトマック川を望む。フリーメイソンの伝道として、アレクサンドリアに建てられた、ジョージ・ワシントン・メソニック・ナショナル・メモリアル。アレクサンドリアは、アメリカ合衆国バージニア州北部に位置する、独立都市である。アメリカ合衆国の首都ワシントン DC の南6マイルに、あり、ポトマック川の西岸に位置している。 人口は128,283人。1732年にタバコ倉庫が建設されたのがこの町の始まりと言われている。植民地時代にはボストンに次ぐ港として繁栄した。アレクサンドリアという地名はかつてこの土地の所有者であったスコットランド人承認人ン・アレクサンダーにちなんで1748年に命名されたものである。初代アメリカ合衆国大統領。 ジョージ・ワシントンの住んだ家があることから、ジョージ・ワシントンの故郷とも呼ばれる。現在は、ポトマック川沿いのウォーターフロントが開発され、そこに続くメインストリートであるキングストリートには、数多くのアンティークショップやエスニックレストランが並ぶワシントン DC 郊外の観光地となっている。アメリカが衆国統計局によると、この都市は総面積39.9平方キロメートルである。 このうち39.3平方キロメートルが陸地で0.6平方キロメートルが水域である。総面積の1.249%が水域となっている。アメリカ合衆国統計局は統計上の併合された大都市圏である d c m d バ w v ワシントン・ボルチモアの一部としてアレクサンドリアを指定している。2000年現在の国勢調査でこの都市は 人口128,283人、61,889世帯、及び27,726家族が暮らしている。人口密度は3,262.9、警平方メートルである。1,634.2、警平方メートルの平均的な密度に64,251件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、 白人59.79%、アフリカンアメリカン22.54%、ネイティブアメリカン0.28%、アジア5.65%、太平洋諸島系0.09%、その他の人種7.38%、および根結4.27%である。人口の14.72%はヒスパニック、またはラテン系である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は 56,054US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 67,023US ドルである。男性は 47,514US ドルに、対して女性は 41,254US ドルの平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入は 37,645US ドルである。 人口の8.9%及び家族の6.8%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の13.9%及び65歳以上の9.0%は貧困線以下の生活を送っている。市内には以下の4つのワシントンメトロの駅が所在する。このうちキングストリート駅はアレクサンドリアのメインストリートであるキングストリートに接している。 メトロのキングストリート駅に隣接してアムトラック及び近郊線のアレクサンドリアユニオン駅があり、次の各長距離列車が停車する。ありがとうございます。